はい、どうもよっぴこと伊藤です。今日はですね、先日ノートに書いた記事で、才能もなければ特別な能力もない、そんな失敗ばかりのダサい男というね、意味不明なタイトルで記事を書いたんですが、そちらの続編というか、続きということでお話ししていきます。記事をね、読んでない人からすれば何のこっちゃと、 いうことだと思うんですが、めちゃくちゃね、簡単に説明すると、やりたいことがあるのであれば、やった方がいいよね、という話です。ポイントとしては、実際にやりたいと思っていても、行動しない人が9割。そのため、行動や実行に移した時点で、他の人と差別化ができる、という内容になります。 私も昔セミナーや講座など有名な方のね、聞きに行ったこともあるんですが、その講座でも言われていました。その時に今日ここに来ている人の9割の方が話を聞いても結局やらないですよということを話されてたんですね。で、その時は本当かなとかってちょっと思ってたんですよ。 だってお金を払って聞きに来てて何かをね変えたいとかまあ私はねビジネスセミナーだったんですけど収入を得たいとか収入を増やしたいと思ってきているのにやらない理由って普通に考えてないじゃないですかでもその方はここに来ている人のほとんどがやらないとおっしゃってたんですねそれから年月が経って私自身がね その立場に立ってみてと言っても、まあその規模はね、その方に比べると及ばないんですが、まあね、講座とかセミナーを開催して聞きに来てくれる人、9割とは言わないですけど、それに近い人数の方が結局は行動に移さないまま終わってしまうと。あ、あの時言ってたことは本当だったんだなというのね。 初めて実感しました。9割っていうのはね、ちょっと、持ってる感というか、まあ、ちょっとオーバーな感はあるんですけど、だいたい私の経験から言うと、7割から8割くらいですかね。それくらいの方が行動に移さないまま聞いて終わりという状況です。ただし、これが費用を払うセミナーや講座じゃなく、 無料のセミナーや講座の場合、その場合は、そうですね、大体9割ぐらい、もっと行動しない人が増えます。料金もね、かからず無料だから、とりあえず聞いてみようとか、見てみようとか、そういった軽い気持ちで参加できる、聞けるというのがありますから、その反面ね、本気度というか、真剣に取り組む度合いは、もしかしたら低いのかもしれないです。 まあここでね、その8割とか9割とかはどうでもよくて、大切なのは本当にやらない人が多い。だから本当にね、何かやってみたいなと思ったこと、チャレンジしたいなと思ったことは、どんどんやった方がいいです。どうしようかなって悩んだり、躊躇しているだけ、時間ももったいないです。記事でも触れたんですが、 私自身これまで何かにチャレンジしたり取り組んだりしてスムーズにねうまくいくことの方が少なかったんですね。そりゃねもちろんかっこよく100発100中で勝率も高く何やっても成功する。そんな風にね言えたらいいんですがなかなかそういうねスペシャルなことは起きず本当に失敗も 繰り返しましたし、うまくいかないことの方が多かった。でもそれでも手数を出して、いろいろなことにチャレンジしてみたり、まあいいなと思ったら結構ね、フットワーク軽めにすぐやってしまうタイプなので、結果的にね、まあその中で身になるものができて、こうやってね、まあふらふらと、まあふらふらとっていうとね、ちょっと聞こえが悪いですけど、まあインターネットを活用した仕事、 ビジネスのみでね、何でもやってこれているのは、それが理由なのかなとも思います。人それぞれ普通に生活していたり、仕事でもプライベートでもそうなんですけど、あ、これ面白そうやってみたいなって、ふとね、思ったり考えたりすることってあるじゃないですか。だから私はどんどんチャレンジしてやってみたらいいんじゃないかなと。もしかしたらね、 そのチャレンジ、行動が今後の人生を大きく変える可能性もありますので、あなたの中にある面白そうなアイデアとか、興味を持ってやってみたいなと思うものはね、恐れることなくやってみてもいいんじゃないでしょうか。で、もしね、うまくいったら、ぜひその話を聞かせてください。その話が聞けることを私は楽しみにしています。 ということで、本日はこのくらいで。それではまた。